材料のコーナーから、はい、材料のコーナーからありがとうございます。なかなか見えませんよこれここリンゴ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 、そしてこのこれがバナナバナナ、そして真ん中にあるのがこれが人参、そしてこれが小松菜になります。でこちらにあるのが牛乳と思いきや豆乳です、うん、あそこもねヘルシーにね。そうなんです。ちょっと作ってみてください。これがまずこう蓋取ると、はい、こうやってあの中に歯がついてる、歯がついてるんですね。でこれはちょっととりあえず置いといて、はい、まずじゃあリンゴ、リンゴちゃんを、あまずはコップに入れるように入れるんですね。コップに入れるように、すごい。でこう人参なんだけど、はい、あの包丁で切るより、うん、このピーラーでこうスッて切った方が、うん、細かい粒々が残らないので、あなるほど、これがそう便利で、そっかそっか、そうなんです。あ、落ちちゃいました。すいません、普段ほら台所と違うから。そうですよね、そりゃそうだ、キッチンと違うからすいませんね、本当に。そっかそっか、細かい方がね、細かい方がこうやってこれを人参ちゃんをここにさささっと入れます。で甘めにしたかったらバナナを結構多めに、うん、へー、私いつもリンゴとかも本当に1個ぐらいわーって入れちゃうんですけど。そうですか、クラキさん、すいません、どうぞ手でやっちゃってください。小松菜じゃん、へー、小松菜ってどうなんだろう。でそしてこの豆乳をインします。インしましょうか、これぐらいで、はい、でこれを蓋をして、で逆さにします。逆にして、あ逆にして、すごいこれ。でセットしていきます。おお、押すだけ、押すだけ、すごい、これ優れもの、優れもの、うわこれ嬉しい。オッケーオッケーオッケー、こんな感じで。ありがとうございます。小松菜の味が結構、はい、こんな感じです。じゃあ乾杯。おいしい、おいしい、え全然小松菜の味しない、滑らかバナナジュースって感じ。今日一番、今までの中で自分を作った中で一番よくできました